My name is Brittany. I want to eat ramen. Miso ラーメンだから大丈夫ですか? Yes, please show me the best miso ramen. 辛味噌なんか良かったのは、はい、辛味成分と味噌の部分をちゃんとセパレートして一応乗っかってくるじゃないですか。もやしの上にちゃんとね、ネギがマウント取ってるんですよ。ビスッと。チーズだしてる。赤いスープになってるじゃないですか、はいはいはい、その辛味噌が出てきて、うん、それにこうチーズのドロッとしたのがあって、マグマのような、マグマを俺は食ってんじゃないのかみたいな。5丁目もそうだけどさ、うまいだけで飽き足りてないんですよ、この準備運動をさせてくれたりとか、はいはいはい、飯だけじゃないんですよ、そもそもうまいの、うん、ここまでするかみたいな、うん、そのテンションありますよ、その心構えがすごい、なんかね、ね、編集だけど、まあ、よりによってね、1人って遅れてくるっていうか、はいはい、もうあと何5秒前です、ね、5秒前4、3、はい、遅刻です、はい、遅刻、ほら今日どうします、遅刻すいません、来たごめんなさい、遅くなっちゃいました、あ、どうですか、なんで遅れてた、あのね、今来ようとしたら、なんかラーメンが食べたいっていうか、外国人の観光客だと思うんですけど、はい、が、食べたいっていうんで連れてきました、今、うん、来ようとしたら、なんかラーメンが食べたいっていうと、外国人の観光客が連れてきました。まあ、どうする、まあ、じゃあ、許す。Hi, my name is Brittany. I want to eat ramen. あ、そうなんだ。ラーメン好き。ラーメン食べたい。I love ramen. I want to try the real ramen of Japan. じゃあ、もううってつけなんじゃないの、今日。味噌ラーメンだけど大丈夫ですか? Yes, please show me the best miso ramen. はい、今日は三軒茶屋のラーメンレンさんですね。三軒茶屋が徒歩1分20秒でした。近いね、はい、近いね、凶悪な味の濃いアッパーな味噌ラーメンを食べれるので、うん、お楽しみに、ケンさんラーメンね、楽しみですよ、どういう近くの味噌ラーメン、でもですね、ちょっと難しい感じです難しい方のレーン、はい、難しい方のレーン、簡単な方のレーンって言うとちゃうか分かんないけど、はい、味噌ラーメンで、はい、どんな結構ドロドロな濃い味噌にすごい太麺が絡む、はいはい、野菜、ニンニク、トッピングがあります、パワーあるね、アッパーかけるアッパー系の味噌ラーメンになってます、うん、めちゃめちゃうまいですよね、めちゃくちゃうまいです、そう、味噌ラーメン好き、 I love 味噌ラーメン、 I'm looking forward to eating at ramen red、 It's gonna be so delicious、 楽しいですね、楽しみですね、じゃあブリトニーも一緒に行きましょうブリトニーも一緒に、 Let's eat ramen 辛味噌かも、トマトもあるね、俺はいつも辛味噌一択なんですよ、トマトもちょっとね、味噌トマト、あ、そうですね、ブリトニー辛味噌で食べられる、 I love spicy food But today I want to eat the real original 味噌ラーメン、オリジナルそのそのそのだろう、トメイトじゃない、トメイト食ってんの、 I've had the tomato Oh, but not here I've never been here 初めて日本来たから In America そうだよ、I ate tomato、 日本は初めてなの、 Yes、 俺たちこれ研修って言ってんだよ、いつもこのラーメンを通してその学びを得るんだよね、人生とか仕事に対する、 You are ramen researchers researchers、 そうなんだよ、そう、だからちゃんとブリトニーも研修しっかり、何か Today I am ramen researcher too、 何かね、人生の学びを得て帰って、ただ食べるだけで、うん、野菜と煮肉を入れる、うん、野菜から上品に、はいはいはい、花道系ってことですか、花道出身、花道があって、この後に花田って池袋と有名なんです、はいはいはい、この花田からも、あ、そうなんだ、あとラーメン陸郷の、はい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 、はい、花と陸出身です、なるほど、味噌フックを生んだ花道、うん、そこからの花田です、ね、うん、ブリトリー分かる、Yes. It's the history of ramen. あ、良かったな。良かったな。まだ食ってる。自分の中で食べちゃったみたいな。食べちゃったみたいな。すごい。研修前も全部食べちゃう。研修前食べられるなんか。別に。なんか成長してるね。なんか今日来る前に家族に、まあ、どこ行くのかな、うん、ちょっと三軒茶屋研修行くよ。うん、いいね、遊んでてって言われました、遊んでない、遊んでない、遊んでない、俺研修、頑張ります、は
いわこれ。おいしい。おいしい。おいしい。ここに住みたい。ああ、生きててよかった。これはな、悲しいな、これ。ティッケいや、来てよかった。めちゃめちゃ良かった。最高にうまいラーメンです。うまい。これ何、日本語？あ、日本語。日本語しゃべれた。もう、超うまかった。でも、ね、やべえ。毎日食いたい。ラーメン食ったら日本語しゃべれるようになった。すごい。ほんとに、ほんとにみたいな感じ。ラーメンって成長できるんだ。成長できますね。嘘の力でも、何でも、ね、いけます。怖くて反応みたいな。すごい日本語しゃべれるラーメンだね。すごいな。最強。やっぱり研修なんて意味あんだよ。意味あるよ。研修の成果出ちゃって出てるね。気が知れてるもんね。こんなに違うんだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。美味しかったですね。あ、最高だった。何を注文したか。今日辛味噌。そう、辛味噌。はい、辛味噌。で、私は普通の味噌ラーメンでした。うん。日本語喋れるようになってるんですね。そうですね、あのやっぱラーメンを食べるとやっぱそういうこう言葉ができるようになって、学び終えて、学び終えてね、そうですね、やっぱり研修を受けました今日は。すごいですね、ラーメンってね。ラーメンってすごいね、ここが堪能に、ここが堪能になるんだろうね。こんにゃく、こんにゃく研修って意味あるんですよ。意味あるんですよ、ね、人は遊びと言うけど、うん、これはやっぱり遊びじゃない、研修だよね。ただの食事じゃないんですよ、うん、研修なんですよ。研修です。いやめちゃめちゃうまかったです。これ辛味噌、辛味噌なんか良かったのは、はい、あの辛味成分と味噌の部分がちゃんとセパレートして一応乗っかってくるじゃないですか。で最初は普通の味噌ラーメンとして食べて、そうだね、そうだね、そっからこう混ぜて、混ぜてっていうのでね、辛さがなかなかパンチがあって、ありますね、めちゃめちゃあるよね、うん、あの汗がすげえかきました、うん、はい、上がりますよね、急にドーンって辛味やるとね、うん、気持ちが一気に上がった、うん、何にも食わないで食べたからやっぱそのパンチ力が一発目すごいですよね、すごかったですね、うん、とにかくうまかった。うまいっすね、うん、味噌もなんかちょっとこう焦がし感のあるですよね、なんか、うん、ちゃんとね中華鍋で振って、うん、風味がねそのちょっと焦げた感じが、うんうん、めちゃくちゃ良かったですけどね、あのもやしがあって、そうもやしが無料で大盛りにできて、野菜で大盛りができるっていう、はい、でもやしの上にちゃんとねネギがマウント取ってるんですよね、ビシッと鎮座、鎮座してる、鎮座してるわけですね。これもさ、家の近所にやったらマジで嬉しいわ。やばいっすよね。しかも3時までやってるでしょ。新木曜日か日曜日が昼の11時から深夜3時までぶっ通しで、うん、すごいな。最近最近さんちゃんの酒飲みたちはもう大体深夜やっぱあそこで閉めちゃうっていう、うん、で木金土は例に行こうってなっちゃいますね。絶対行きますよね、閉めちゃうね、あそこで、ね、うん、僕締めのご飯頼んだんですよ。マドさんからも頼みましたよ。ご飯にチーズが乗っかってるんですよ、うんうん、リゾット、リゾット風、炙りチーズ、はい、炙りチーズ、炙りチーズ、こうなんかねスープかけて食うと、うん、これ初めてあれやったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。あのスープをかけてもいいし、逆にこう中に入れてもいい、ね、僕は中に入れたんですけど、はいはい、あの赤いこうスープになってるじゃないですか、はいはいはい、その辛味噌の時に、ね、うん、それにこうチーズのドロッとしたのがあって、もうマグマのようなマグマを俺は食ってんじゃないのかみたいな雄大な気持ちに、はいはいはい、雄大ですね。高級イタリアンの味になりますね。いや美味しいですよ。あれがトマトバージョンだと、またそうですね、本当にイタリアンで、イタリアンだよねもうね、確かにチーズとトマト、うん、だけど味噌の旨味もあって、うん、マルゲリータに味噌が乗ってるみたいなもん、ね、そうですね、トマトソース、うん、隙がないですよ、隙がない。あとさ、最初にドリンクくれるじゃん、あのあれですね、ショットグラスよね、こんなちっちゃいショットグラス、野菜ジュース、野菜ジュースね、はい、食う前にこれ飲めって、あれくれるじゃないですか、はい、なんかあれがなんかね高級な居酒屋、はいはいはい、1人8000円ぐらいする居酒屋の最初に出てくる、ウコンが出てくるみたいな、なんか、なんか最初に食うの出てくるみたいなテンションになった、うん、あれで心構えができますよね。心構えできる、もう野菜だからこうどんなのが来るのかな、うん、やっぱ野菜とこう相対する概念としてやっぱ肉類というものが、はいはい、チャーシューが柔らかくて美味しかったね。ちょっと火で炙ってましたよね、炙ってましたね、うん、はい、柔らかい系の油たっぷり系のチャーシューでたまりませんでしたけどね、うん、麺も麺で、ね、あの太くてね、ちょっと節があるタイプの、はいはい、もう小麦粉 100% みたいな感じの、うんうんうん、
最高ですね。強い麺でしたね、うん、すごい強いよね。辛い、辛もやし、あ、辛もやし、つぼに入ってこう、はいはいはい、はい、ね、前もあの高菜とかありましたけど、はい、あそこは辛みのもやしなんですけど、うん、あ、もう何も言わずに置いてありますもん、うんうん、でちょっとその出てくるまでの時間がなんかあの一流さんとかに比べると時間かかるから、ね、その分もやしがあることによってこう腹ペコの場合もあれを食べてね、バツナギができる、ちゃんと美味しいし野菜ジュース飲んで、うん、辛もやし食いながら待てるっていうのも、あの辛もやしがその食欲を加速させるというか、はいはいはい、逆にお腹減っちゃうみたいな、うん、ブーストかけるブーストかける、ブーストかけるね、どんどん期待値が準備のためのそうそ う, そう、ね、準備のためだよ ね, そうですね、これから味噌ラーメン食うんだっていう準備のもやしだよね、うん、そうね、助走をつけるみたいな、うん、いきなりあれ味噌ラーメンに行くとすごい重たいの、パンきますね、うん、ちょっともやしをちょっと辛みもある、はい、もやしを切ってこうジュースともやし、慣れてジュースともやし、野菜を取ってからはガッツリラーメンを、うん、やっぱ準備運動だよね、あ、準備運動ね、わかる、準備運動必要なんだよね、ストレッチとか、ストレッチとかね、食にも必要ってことですね、うん、準備運動、準備食のストレッチ、うん、ついに我々も顔が知れてきたのか、入っていった瞬間に研修ですか、そう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 研修ですかって言われて、ね、言われてしまいましたね、うん、ついに恥ずかしい嬉しいって言うんですね、研修技兄弟もちょっと有名になってきちゃった、はい、そうですね、一部には絶大な支持がありますから、はい、ね、日本に来てこんな人たちと会えて最高ですね、ブリトニーさんね、うん、今回ブリトニーさんと義兄弟が支持になる、うん、心は義兄弟なんブリトニーさんラーメン好きだよね、ラーメン好きです、うん、あと早いよね食べるのね早かった、うん、普段は炙りチーズご飯までいける、いろんな意味で疲れてたので、ちょっと普通の味噌ラーメンだけでにしてよかったです、あ、あの最高な量も最高だし、この味噌の効果がこう、そのなんだろう、元気にしてくれたというか、うん、最高です。だって朝まで遊んでたんでしょ遊びは仕事っていうことで、まあまあそうだよね、でこれ食べてね、この後寝れるんだ、寝るんだよね、そうですね、幸せですね、栄養はまだ起きたらアメリカに戻ってる感じですね瞬間移動を、ラーメンの力で瞬間移動をさせてでしまげてかな、でもそういう効果もあるからね、ラーメンってね、そう、ラーメンは、あの、もんね、最強にもう無限です、うん、やっぱり全ての万物の中でさ、一番ラーメンが偉いんじゃないかなってそれは結構ね、思っちゃったおーおーおおって、そんなわけラーメン偉さとかあんのかなって思ったけどまあでも、かなり上位に位置するんじゃないかな、すごく上位に万物の中で真の腕章なのに、かなり上位そうそう、なりたい、いつか俺、本当にラーメンになりたい、ラーメンのような男じゃなくて、ラーメンそのものになりたいそうラーメンの概念になるというか、ラーメンになりたいとすら思いましたね、でも喋れるようになるし、日本語も喋れて、これから瞬間移動もできるようになって本当に睡眠も取れて、睡眠も取れて、もう私はラーメンの力のおかげでもう生きてます、うん、ですね、なかなか人間として生きててもそんなに言われることない、やっぱラーメンになりたくなってきたよ、やっぱりそんなに感謝されるんだな、うん、そうだよね、こんなに人にさ、うん、感謝させてさ、うん、辛い時でも俺最近ラーメン食うと、なんて俺幸せなんだって思えるくらい、ああもうマインドハックしてるになっちゃってる、はいはい、マインドハック大事ですよね、なんかこれをしてる時だけは幸せになれるっていうものを作ってる、うん、そうですね、いいです、味噌ラーメンってやっぱジャッパーだよね、アッパーですよね、アッパーですね、あのアッパーです、味噌食品だもんね、偉大ですよね、うん、健康食品だよね、健康になるんでしょうね、味噌ラーメン、あ、これ食ってね、うん、一応俺は一通りした七味と山椒とお酢と胡椒があります、うん、あと魚粉か、魚粉、あとニンニク、あとニンニク、ニンニクありましたね、途中で辛みを混ぜたぐらいから、はいはいはい、あとニンニク入れましたね、やっぱしね、ニンニクかな、あニンニクは外せないね、なんかこういう時ってこんだけ濃いものでなんかニンニク入れてもニンニクが負けちゃったりするじゃないですか、はいはい、でもなんかちょうどいいバランスだったなと、なんかニンニクも効いてるし、アッパーかけるアッパー理論ですよね、アッパーで、アッパーかけるやっぱりもダメなもんってなんか一個に支配されちゃう時あるじゃないですか、はいはいはい、なるほど、太刀打ちできないんだよね、うんうん、でもなんかちょうど合いますよね、よく引き立てあって、引き立てあって、うん、あのもやしも多分ニンニクちょっと入れて炒めてますよね、うん、理想系ですよ、うん、味噌でもそのね、そのサラッとした味噌ラーメンもあるじゃないですか、うんうん、あっちもドロドロの感じの、そうですね、うまいですね、もう完璧でしょ、完璧な相性でしょ
そうご飯はそうだ、俺はチーズをのしたやつしか行ってないんだけど、普通のご飯単体でもう合いました。めちゃめちゃ合いますよ、ますよね。いやでも合いますよ、まあ、味噌とご飯ですね、うんうん、それはもう合いますよ。えブリトニーさんはどうだった？もう味噌ラーメンがもう素晴らしすぎて味変もせず、うん、集中しちゃったんだ。もう集中しちゃいましたね、うん、やっぱりそのぐらい集中するとやっぱりその効果がすごいですね。こう日本語喋れるよなんか、うん、そうですね、そう、あのもう本格的に研究を、うん、本格的に、本格的に、本格的に研究を行いましたね、うん、もうあの味噌と向き合ってラーメンと向き合って、うん、そう、もう一瞬でもう終わりましたね美味しく美味しく終わりました。味噌ラーメンって本場の中国にはあるんですか？味噌ってやっぱり日本じゃないですか、ね、食ったことない和食なのかな実は味噌ラーメンは和食、うん、味噌は違う国ではないんじゃない？ないよね、味噌は、うん、まあ、ちょっと日本が誇るローカライズされた、そうですね、ラーメンってことになりますよね。ラーメン発見伝ではその主人公が俺は味噌に懐疑的だと言って、懐疑的、なぜなら味噌は調味料としてうますぎる情報量が違うし、ね、発酵してるし、まあそうかもしれないですね。いろんな味噌ありますよね。味噌、ね、うん、は確かにうますぎる。うますぎる、ね。調味料としてはうますぎる。それあんな美味しいスープにさ、もやしとかもいろいろ入ってさ、味噌が入ったらそれはうまいよね。まずいわけね。まずいわけね。結構感動しましたね。最初食べて半分ぐらいまで記憶がない。ああ、やべえ。飛んじゃってる。おお、はい、やべえやべえ。おやべえ、味変しよう。値段は1100、辛味噌で1180円。そうだね。味噌が1100円か、うん、どっちかといえば高級な方に入るかな。そうですね、高級な方に入るし、うん、でもそれに恥じないというか、そうですね、飽きたましい内容というか、うんうん、五丁目もそうだけどさ、うまいだけで飽き足りてないですよね、いろいろこの準備運動をさせてくれたりとか、はいはいはい、飯だけじゃないんですよ、ね、そもそもうまいの、うん、ここまでするかみたいな、うん、そのテンションありますよね。店の心構えがすごい、なんかね、勉強になるというか、そうしないとダメだなって思いますよね、うん。でも良かったですね。はい、良かったです。ありがとうございます。今日もお邪魔した。研修ありがとうございます。いえいえ、またお邪魔しました。ナイス研修先です。じゃあそれでは、チャンネル登録、いいね。よろしくお願いします。あとコメントで、なんか我々に研修行ってほしい、今日行ってほしいという店があったら、はい、あの、お願いします。ここまで、コメントのところまで。お願いします。Ha ha 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 ha